島ユナイテッド FC、 改めてスターティングイレブンです。ゴールキーパー山本海斗です。最終ラインが堂花和樹、川西誠、鎌田翔馬です。中盤が初スタメンの池高信樹、芝啓太、諸岡弘と田中康介、そして前線もやはり初スタメン20番の北村亮太、いつものイスマイラと今日注目の吉永博史というところです。しっかりとゴールを決めるという役割を果たすことができるか。その浅川が前線の真ん中に入りました。そして9番の高橋俊樹が怪我から戻って初スタメンに入りました。右には18番のルーキー杉山直弘です。中盤は7番の岩下渉、それから6番の川原壮、31番の岡本智隆、8番の上村翔平と入ります。最終ラインが酒井修一、菅田正宏、そして黒木光平です。ゴールキーパー今シーズンから加入、 J1 経験もあります佐藤優也、11人です。最初のコーナー、低いボール、ニガオ右足のシュート、ここは完全に狙っていったか。最後はこの黒木光平の右足、裏を返せば時崎監督、1試合でも早く使いたかった選手なのか。どうだ、外から来ましたけどサイドネットの外でした。最後はこの吉永博史、足の長いボールをイスマイラを働かせることができるのかどうか。最終的にはこういったところも中盤のプレイヤー一つしっかり求められます。それだけ圧倒的なこのストライカーがいるぞ。イスマイラ、イスマイラ、ロアッソ熊本キーパーの佐藤優也、痛恨のミス。足でさばこうとしたところ、ここで足の間にボールが入ってしまいました。すかさずのイスマイラ、1対0。ほとんど助走、いや今杉山が助走を取り始めた。左か、動いていく、いろんな駆け引きを使ってきます熊本。左足、ルーキーの杉山の左で行きました、ポスト。フェンスの裏、キーパーの間か、川原が入れていくボール、ヘディング、酒井修一でしたが、山本海斗の正面、落ち着いていましたベテランキーパーの山本。激しく追った岩下のファールになりました、熊本ボール。おっとっと、これは足場に当たった、相手の足元にボールが残る、右足、追いつきましたのは熊本。リスタート芝に当たったボール、このシーンで芝に当たってしまいました。これをすかさず、いや失礼、決めたのは上村です、上村周平です、右足のシュート。J2 の経験もある、6年目のシーズンを迎えています。この樋口が入れる、キーパー出られない、どうだ、ヘディング、マウスを捉えたが、雪江の頭、もう一度イスマイラか。決着を見るんでしょうか。手元の時計、今後半のアディショナルタイムに入りました、目安3分です。川原からどうだ、すらしたところ、右足、最後は岩下が押し込んだ、ロアッソ熊本逆転。川原からのボール、密集で一旦はしのいだかに見えましたが、最後岩下渉が押し込みました。これは綺麗に相手を崩したセットプレーからの逆転ゴール。川西も上がる、鎌田も上がる、どうだ、鎌田送る、イスマイラの頭、ルーズ打てるか、どうなんだ、イスマイラオーバーヘッド、
ここでキーパーの佐藤が抑えて長いホイッスル。前節のように後半のアディショナルタイム同点に追いついて勝ち点1をもぎ取ることは福島ユナイテッド FC 今日はできませんでした。